太陽もにっこりな快晴、程よく風も吹いてる。これぞ絶好のタコ揚げ日和。アイアイと初詣に行ったら屋台でタコが売ってて、懐かしくて思わず買っちゃった。アイアイもタコ揚げに興味あるみたいだし、ここは先輩としてボクシンのタコ揚げテクニックを披露するしかないよね。ランランは留守だったけど、ミュウちゃんは来てくれたんだよね。お正月から3人揃うなんて嬉しいな。それじゃ早速タコ揚げチャレンジ始めよっか。それ。よっ、ほっ、せい。よしよし、どんどん高く上がってる。いい感じじゃない。このまま糸の限界まで挑戦だって。ああ、急に風が。この程度の風、何のその。正月のたこ揚げ名人として名を馳せたボクシンの敵ではないと。なんとかピンチを切り抜けられた。アイアイ、ミュウちゃん、今の勇姿見ててくれた？見てない？うん、知ってた。よし、もっと高く上げられるから、次こそちゃんと見ててね。いくぞー。